世界の果てまで熱海。どうもガワちゃんです。どうもガワちゃんです。絶対に違う、絶対にロー君。はい、ということでですね、始まりましたガワチャンネルですけども、はい、今回はお互いの食べたいものを当てろ、シンクロナイズドスイミング。はい、ここ今イオンなんですけどね、こんな騒いでいい場所ではないんですが、はいはい、お互いまあどれぐらい10年ぐらいですか。そうっすね、出会って、はい、出会って10年ぐらい、恋人みたいになっちゃいますけどね、はいはいはい、10年も一緒にいたらさすがにお互いが食べたいものは分かるんじゃないですか。分かるっす、分かるっす、分かるでしょ、分かる、当たり前じゃない、申し訳ないけど分かる、うん、余裕、余裕だね、余裕、俺も余裕よ、うん、大体何考えとるのかももう分かるよ、そう、うん、っていうぐらいの中なんで、はい、そう、それを今日当てていこうと。嫌ですけど、ね、そう、当てたくはないんですけど、当てちゃえるんで、まあ当てちゃおうと、はい、ということで今日はね、このイオンのねフードコートでお昼ご飯をこれから食べるんですけど、それを当てていこうと、はい、ということになってます。はい、ということででは早速、はい、やっていきますか。はい、レッツゴー。じゃあどっちからいきますか。帰ります。本日の企画はこれで終了です。ありがとうございました。ガワ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 よこれ、うん、じゃんけんしよう。じゃあ俺からいくわ。オッケー。じゃあロー君が先行で買ってくるということで、はい、行きたいと思います、はい、じゃあロー君行ってきてください。はい、どうぞ。逆じゃね。何がガワちゃんから行った方がいいと思うわ。なあ、どっちなんお前自分から言ったじゃん。違う、これはめんどくさい。おい、ちょ、めんどくさい。これは本当に、まあ、これに10年ですよ。めんどくさいね、マジで。マジめんどくさい、こいつ。マジめんどいねん、こいつ。自分で言っといてさ、本当に。いや、ガチこれは。じゃあ行ってきた方がいい。行ってきた方がいい。わかった、じゃあ行ってきますよ。じゃあ待っててください、行ってきます。その間にちゃんと予想しといてよ。はい、オッケー、はい、はい、じゃあ行ってきます。はい、バイバイ。お願いします。どういうことだ、マジで。オッケー、はい。母ちゃんは買いに行ったんですけども、正解は何も買ってこないです。はい、何も買ってこないが正解です、僕の場合。はい、まあこんだけ長い付き合いなんでもう分かると思います。手ぶらで帰ってきたらもう熱い握手が待ってこう、待っていこう、いいよ、待ってこう。はい、お待たせしました。じゃじゃーん、デミチーズオムライスとコーラのセットでございます。どう、絶対これっしょ。もうもう僕分かるんですよね。分かってたんですよ。今日絶対一番近くのこれに目がいってる。そう、ここから一番近いんですよ、このオムライス屋さんが。だからもう最後に絶対これを見て来てるから、はいはい、印象操作的に、はい、まあ一番印象に強いのは最後に見たこのオムライスであろうと、はい、いうことからもう完全に君はこれです。はい、どうぞ。違います。違うの、はい、違うの、何、正解は何も買ってこない。え、全然わからん、マジで。意味がわからん。お前の正解が分からん、逆に。じゃあ選べないってことか、あなたは。選べないし、うん、いや別に食べたいもんねえだな、うん、みたいな、うん、うん、この中には。そう、じゃあ分からん、本当に。俺イオンの中でっつったよね。いや、フードコートの中で選ぶっていう企画だよね。決めれへん、決めれんかった。もう何なのお前、何も買ってこないかっていう感じ。めちゃくちゃ面倒くさい。それ2人目がやること。それ2人目でやるな。あのね、1人目でやっちゃったら俺もなんかやりづらいから。普通じゃ何言っても。お前ふざけんなよ。これがオチだよ、お前。それ考えてたから俺さ、じゃあお前先に行けよ。意味わからんな、もう意味わからん。こいつ本当にやばい、いろいろやばい。本当に何も買ってこないが正解でした。まあまあ浅かったってことちょ長いね、終了。とりあえず食え。とりあえず食え。うわ、うまそう。これね、うまそう。いっちゃってくれやす、ください。これちゃんと水チートね、絶対うまいじゃん。デミオムチーズだよ。いや、言うて禁断だからね、食っちゃいけないから、うん、本来。うん、アダムもこういう気持ちやったよな、食べちゃいけないものを食べると。
アダムね、はい、リンゴの木ですね、はい、リンゴの木を食べちゃった時ね、うん、それは前に決まっとるわ、前に決まっとるわ、うん、まあ、でもこれはちょっと当てられなかったということで、うん、じゃあちょっと交代しますか、はい、先攻後攻ガワガワよっしゃ頼むよ。いや結構ね、うん、いやうん俺と同じ手はないなってのはもう分かってる、うん、でこれってのがあるでしょ。ある。もう俺今日、うん、地味にあなたのやつを選ぶときに自分のやつ選んでたんで、うん、選んできましたから、うん、完全に俺当てれる自信あるんですよ。あんの？あるあるある。結構ある。あんの？ある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 。今回難しいと思う。そう、うん、あこういうの言っちゃうとちょっとヒントになっちゃう。いやでも確かに普通に考えたら難しいわ。普通の人は絶対考えないこれは。でも俺今日は普段とちょっと違うの言っちゃってるから、うん、あ、言っちゃってる。でもやめようやめよう。全然わかる、全然わかる。やめよう。全然わかるよ。はい。申し訳ないけど。わしのもの言わず言ってこいよ、早く。いやー、マジで。頼むよ。もう、多分めっちゃ早いわ。早い？めっちゃ早い。本当に？めっちゃ早い。わかるよね。あと、あれだから。よろしくね。うん、まあ、わかると思いますよ、多分。ガチでわかる。ガチで、多分。ガチでわかる。もう、こいつのことなの。はい、言ってこい、早く。めっちゃいいやつなんでね、めっちゃいいやつなんですよ。全然わからない、全然わからない。最近あればっかり言うんだけど、本当に真意がわからない。逆だよね、多分。悪いやつって言いたいんだよね、多分。本当に一口二口食ってね、行きましたけど、ちょっとなんかひねくれてるな、ちょっとひねくれてる。昔からね、あれなんですよ、女子みたいな食べ物が好きでね。そう、だから今日迷ったのも、マックか、このオムライスか、スガキ屋かぐらい。本当にこの3択だった。まさかのね、正解でしょ。こんなのうまいでしょ普通。イオンのフードコート結構死ぬほど行ってんだけどな、あいつと。結構オムライス率高いんですよ。ポテトとオムライス率が結構高かったから、今まで。まあこれだろうって結構王道を攻めたつもりだったんですけどね、まあ、あいつが何を買ってくるか。あ、でそうだ、俺の予想だない。そういえば僕が食べたいものは怪力屋さん、ラーメン屋さんがあるんですけど、フードコートの中にはラーメン屋さん2つあるんですけど、その片方の怪力屋さんっていうところのラーメンセットがいいですね。ラーメンとチャーハンのセットが食べたい。ちょっとそれを買ってきてくれるか待ちたいと思います。それではあいつが帰ってくるまで時飛ばし。さあさあ、あいつ帰ってきましょう。何かな、何を買ってきてくれたのか。ちょっと目つぶっとこう。いいっすか。はい、どうぞ。なんかでもいい、あなたの食べたいものは、はい、こちらです。違う。ガワガワガワチャンネル登録よろしく。嘘でしょ。あのね、ボケてきたこれ。ちょっと待って、おい、返してきたぞ。おい、なんで。なんでなん、ちょ、お前さん、ふざけんなよ。嘘でしょ。わぁ、はい、全く同じものを買ってきました、こいつは。もうボケてきた、完全にボケてきた。いや、全く一緒はちょっと違う。ちょっと違う、大盛りにしました。大盛りだな、はい、うん、分かってたんだな、あれが小盛りだというか、普通盛りだってこと。いや、ばあちゃんが大盛りにするって言ってきて。大盛りにしてって。いや、俺言ったけど、そんなババじゃないよ。大盛りにするみたいなババじゃなかった。大盛りするって言ってから、おーレッシャーって。お前外人か、外国か。おい、ボケてきたぞこれ。ダメや、これダメ。もう企画成立しない、これは。ダメだ。いや、食べたいかなと思って。確かに。お前、2、3口食べて行った後に大臣に、うん、カメラマンにね、うん、大臣に食べていいよって言って結構食ってたから、うん、俺も、まあ、一口は食べたかったかもしれんなとか思いつつ、うん、まあでも自分の食べたいものがあるし、いいかと思っていたんだが、うん、まあ、半分正解ではある。はい。でも、もともとカメラに言っていたものはもう大不正解でございます。結局僕は、はい、帰り系のラーメンが食べたかった。ラーメンとチャーハンのセットが食べたかったんですよ。お前ガチやん。ガチなんですよ、だからガチっつってんじゃん、だから。ほんとに、はい、まあ10年来の付き合いでもね、こうやって食べたいものを当てるっていうのは結構一苦労ですね。はい。ですが、まあこういう、なんだろうね、こういう、まあ絆があるからこそ外れてもまあまあよしとしようみたいな感じで、はい、まあ、楽しくやれるんでね、まあ、皆さんもよかったらまあぜひね、仲のいい友達と、まあ、こういうことをやってみても楽しいんじゃないでしょうかということで、はい、今回はこれで終わりたいと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルが良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。はい、バイバイ。
ていらねえマジでいらねえ嬉しいやろ本当にいらんマジでいらんやろいやマジでいらんだけどうん、okay. いやでもね結構確かに食いたいちょっと食いたいからねちょまあ何はともあれいただきますいや食ってんなそう食ってたけどいただきますうまいどうしたうまいうまい長くないエンディングエンディングだと長くないありがとうございましたありがとうございました煉獄さんやん、うん、煉獄さんの真似してもいいけど意外とこの口からなくならんこの時間がちょっときついチャリンコレリコ一周をすると決めたあの日からいつまでもこの旅は続き It's my チャリンコストーリー Honey my チャリンコストーリー